優香です。今日は6度のハモリのフレーズを弾いてみましょう。はい、こういうのなんですけれども、どこかで聞いたことありませんか？今から一緒にやっていきましょう。ではまずはこちらの図をご覧ください。はい、こんな感じで、1弦と3弦を使って弾いていきましょう。はい、ちゃんと指のところ肌色に塗ってあるんですけれども、この指使いで押さえていただくととっても弾きやすいので、おすすめの指使いです。では左側から順番に押さえてみましょう。まずは人差し指で1弦の1フレット、中指で3弦の2フレットですね。はい、で同じ形のまま2フレットスススーっと、横に移動して、はい、で次は中指を、4フレットから5フレットに移動して、で今度は人差し指は使わないので離して、薬指で1弦の5フレット押さえます。はい、でこの形のままスススーっと2フレット移動して、はい、で、次は中指を、9フレットにスススッと移動させて、今度はまた人差し指を使います。人差し指で1弦の8フレット押さえます。はい、で次は中指を隣に移動して、で今度はまた人差し指は使わないで薬指を使います。薬指で1弦の10フレット、はい、で最後に、このまま2フレットスススッと移動させます。はい、続けてやると、はい、こんな感じです。で、ちなみに3弦と1弦の開放も、6度のハモリになっています。はい、そんな感じで、ちなみにこちらなんですけれども、キーが C の曲の時にダイアトニックコード上で使える音となっております。はい、ちょっと今ね、呪文みたいな難しいこと何話してるんだって思った方も、難しいこと考えずに、まずは、ちょっと真似して今から一緒に弾いてみてください。はい、ではじゃじゃん、こういうコード進行があったとします。こちらを普通にアルペジオで例えば弾いてみると、はい、こんな感じですね。これを、6度のフレーズを織り交ぜながら弾いてみます。こんな感じで弾くことができます。とこれはあくまでも一例なんですけれども、ぜひ先ほどの図を見ながらお好きな6度のフレーズを弾いてみていただけたらなと思います。ちなみに超6度は私の中で夕焼けのイメージで、単6度は私の中でこういうワイワイガヤガヤってみんな大勢いて賑やかな感じのイメージです。そんな動画もあるので、そちらもぜひご覧ください。そしてそして、私のオリジナル曲の可愛いカニコっていう曲があるんですけれども、そちらの曲の途中でこの6度のハモリがふんだんに使われているところがあります。はい、っていう感じなんですけれども、こちらの可愛いカニコのオンライン教材がただいま発売中です。ぜひぜひそちらもチェックしていただけたらとっても嬉しいです。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。